はい、どうもどうも、もへじでございます。えー、現在はですね、えー、午後9時41分。はい、えー、夜中ですね。はい。えー、夕食が、じゃない、昼食がブランチで遅かったので、今頃夕食です。夕食といってもですね、少し食べればいいだけのような感じなので、今日は。まずはコーヒー、インスタントコーヒーです。いただきます。暑いのが美味しいですね。はい。えー、今日の夕食というか、なんか、 これ。パスコのシナモンロールです。シナモンの香り豊か。はい。これをいただいてみたいと思います。んなんちゃらか、あら書いてあります。はい。こういうもんです。いただきます。まずは、ご会長ビビ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 ビ こんなもんです。こんなもんですって言い方はないですね。こういうものです。はい。えー、これをいただいてみたいと思います。えー、雑談をしながらです。はい。それではいただきます。結構甘そうですね。もっちゃんコーヒーを飲んで。9時以降にこんな甘いもの食べちゃいけないかもしれませんけれど。ご飯代わりですのでね。あ,あ美味しそう。美味しそう。あ,あ こんな感じです。いただきます。うん。こんな感じでございます。大きくね、シナモンの香りがほんのりとして、なかなか良いんじゃないでしょうか。えー、っとですね、今日八王子市、まあ八王子市だけではないでしょうけれど、関東圏。 お昼過ぎぐらいまですごくあの、大雨が降ってましたね。それですが、お昼過ぎたらですね、だんだんと雨が止んで、夕方4時ぐらいにはもう完全に止んで、あの、日が差してましたね。えー、日が差して、えー、多分明日はいいお天気になるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。あの雨は、えー、春の10というやつですね、嵐かもしれませんけれど、えー、穀物などが 穀物や野菜が育つための雨だと思います。ありがたいことに、あのスーパーでお野菜類が今年はずいぶんと安いんですよね。はい、それであのお野菜いっぱい食べるようにはしています。新型コロナウイルス騒ぎでスーパーはですね。普段、皆様あの自粛しててどこにも行くところがないので。スーパーが結構混んでる感じになりますね。 スーパーパは今売り上げ多いいんじゃないでしょうかねとっても、うん、多分店によっては売り上げ倍増以上ってことがあるんじゃないでしょうか一部の店舗ではあの棚の中がガラガラになってるような画像も映ったのがツイッターなどで見られますけれど食料品は普通のところはあのいっぱいありますからねお米も十分ありますし。 焦ることは何もないです。焦って、買いに出て並ぶよりも、えー、家に行った方が良いです。あの、マスクも買いに、薬屋の前で、最近、薬屋さんも、あの、あとはあの、あの、考えて、開店時間に上、販売しないようにしましたね。薬、マスクを買いに行くために、行列を、あの、行列を作って並んで、密度の高い行列ですね。その方がよっぽど危ないです。家にいれば、あの、マスクする必要はないのでね。はい。 えー、そんなに無理にマスクを買うことない、あの、買う必要はないと思います。それから、それよりもボツボツ、えー、マスクも、あのー、郵便で届くと思います。2枚ですけど、洗って使えば何回も使えるマスクです。昔あったマスクですね。はい。で、あのー、届くあの布のマスクはですね、あの手で揉み洗いをしちゃいけません。あのー、 下し洗いですね。ウールとか、コットンの良いセーターなどを洗うときに、あの、洗うような洗い方で、えー、優しく優しく、押し洗いをすることですね。洗剤を入れてですね。あの、洗剤を入れた液の中でですね。それが大事ですね。どんなのが届くのか、今が楽しみにしてますけれど。ういん、使い道はないかな。あの、私マスクいっぱい持ってるので。 あの寝る、ま、寝るときに私はマスクをして寝る人間なんですね。使い捨てマスクです。えー、家で寝るときにマスクをして寝るのは、まあそれはそれなりにちゃんと理由があってですね。えー、私は口が開きやすいので、起きてると口が乾いて、えー、舌なんか痛いときがあるんですね。それで何かいい方法がないかなと思ったら、 口にバンドエイドを貼る。バンドエイドって商品名だな、ね、ごめんなさい。絆創膏を貼ることにしたんですね。そして絆創膏を貼って寝て、寝ていれば、口が開かないんです、ちゃんと。はい、えー。無理に開くことはないみたいですね。あの、ちゃんと朝まで絆創膏はついてます。それで絆創膏をつけて寝ていたんですけれど、なんかの時に、こんなの誰かに見られたらって見られるわけもないんですけれど、みっともないかなと思って、絆創膏をしてね、伴奏法じゃない、ごめんなさい。マスクをして寝るようになりました。 それからずっとあの寝るときはもう夏でも冬でもマスクをして寝る感じです。ですから、えー、私の場合は使い捨てマスクは必需品なんですね。それで1月の頭に、えー、もう去年の暮れからですか、暮れからでしたね。あの新型コロナって騒がれて少しあの騒いでたのが。で1月になってそのニュースが少し大きくなったとき、もうマスクはちゃんと自分用のあのものをもう 1> 1年使うう分はもう買い込んでおきましたその頃いっぱい売ってましたからね別に買い占めでも何でもありませんはいえも、ー、ういっぱい売ってたのでそれで余分に買っておいただけのもんですはいいただきますでトイレットペーパーなども大抵56個はですねあの家にあるのでティッシュペーパーもそうです何でもそうですあの私そうやって買,い買って置いとくのが 私の生活スタイルなんですねはいそれなので、えー、ティッシュペーパーも貝に焦ることもなければトイレットペーパーを貝に焦ることも何もありませんそんなわけでうんマスクもあるしあっ阿部さんからマスクも届くことになってますしね楽しみですね アベノマスクと言って揶揄されていますけれど、うん、まあ確かに揶揄されてもしょうがないような政策、具策ではあるとは思うけれど、届けばそれでは、それでありがたい方もいらっしゃると思いますけど、それにしてもマスクの供給が未だに間に合わないなんて、まあ仮想需要が起きすぎちゃってるんでしょうね。うん マスクも本当にこのまま行くと大変ですけれど、私が一番心配しているのは、個人的なことですよ、個人的に一番心配しているのは、新型コロナウイルスは結構厄介な病気だ、伝染病だということです、それはもう分かっていることですね、世界の方が行ってらっしゃいますのでね、いろんな国の方が行ってらっしゃるのでね、えー、それで、多分日本、このまま。 一年間終わっちゃうんじゃないかと思います。こんな状態でですね。なので、こんな状態で一年間終わってしまえば、私などはどちらかというと高齢者ですので、えー、趣味は旅行とか、山へハイキングに行くのが私の趣味です。旅行は年にね、最低でも10本以上は行ってます。えー、安い旅行ですけどね、あの、被害旅行も入れてですよ、10本は。えー、2泊3日は年に。 五、六本ぐらい、四五本ぐらいかな。そういう旅行も出られなくなってしまいましたので、えー、私のような高齢者にとってはですね、えー、未来は遠い未来じゃないん、未来は遠くにあるもんじゃないんですね、もう。未来というか、えー、終焉というか、奈落がもう、あのー、近いわけですよ。なので、遠い未来ではないので、えー、こんなことで一年間潰されるのは辛いなという感じがします。 辛辛いいいななと言ってもあの実感的に辛いわけけじゃないんですけどね。考えてみたらそうだなということですね。で、えー、新型コロナウイルス騒ぎの前まではですね夕方散歩に出て2時間ばかり散歩に出てそして、えー、スナックによってカラオケーを歌って帰ってくるのが趣味でしたけれどそれもできなくなりました、えー、最初の頃はちょっとお尻がむぞむぞする感じでしたけど今ではもう完全に家の中の えー、透明ロックマンみたいな状態で平気ですね。はい。慣れちゃうもんですね。で、私はあの、家の中にいても外にいても何やっててもそうなんですけど、することはいっぱいあるんです。するよと思うと、したいことはいくらでも出てくるんですね。自分で考えればもう、したいことはいくらでもあって、逆に時間が足んないぐらいです。家にいて。 今日もですね、つまんない、つまんない雨で、もう私の作るもんだからどうして、大してつまんなくてなつまんないもんなんですけれど、えー、卓球の受け取り方っていうアニメを作ったんですね、えー。アニメの素材は、イラストはですね、えー、フリー素材のイラスト屋さんから借りて作りました。で、動画もアップしたんですけど、それを作るのが、なんだかんだって何時間くらいかかったのかな ?5、6時間かかったのかなそんなことやってても時間がこんな時間ですもんね。うん。 それでパソコンに関してもしたいことはいっぱいありますしブログもまだ書きたいことがいっぱいあるんだけどブログを書いてる時間さえも最近はないぐらいですよ家の中にいるのに困ったもんだね本当に一日24時間寝ないで24時間あっても足りないぐらいに忙しいな家の中にいてただあのー、外出を自粛してるんですけれど あのー、私のような一人者はですね、えー、外出を自粛してしまうとですね、一日誰とも他人と話すことがないので、その辺がちょっともうつまんないかなと言えばつまんないですね。まあ、せめてスナックでも行けばあ、お客さんと店のままと喋ったりして雑談ができるんですけれど、そういったことがなくなったので、えー、そうだな、もうしばらく誰とも話してないですね。はい。えー、パソコンがお友達ですかね、はい。 ツイッターでつぶやくのが喋ってるうちになるかな。はい。そんなもんですかね。それでは動画が長くなるので、この辺でえ終わりにしたいと思いますけれど。はい。美味しいですよ。怒ったよ。<laughs> パスコさんのシナモンロールを紹介しました。皆様もよかったら見つけて食べてみてください。なかなか、あのー、美味しいでございます。はい。ご飯代わりにもなると思います。はい。それでは失礼します。えー、バイバイ。さよなら。またね。バイね。さよなら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 。またまたまた。またね。はい。切るよ。ポチッとな終わりだよ